東洋汽船ポスター英語東洋汽船は1896年から1960年まで存続した浅野財閥、安田財閥系の日本の海運会社である。日本の近代からの船舶し、特に客船士を語る上では、日本郵船、大阪商船と並んで避けて語ることができない船会社であり、創業者浅野総一郎の起業家精神や夢を、 サンフランシスコ航路開設や日本で最初の1万トンを超える大型船の建造などという形で具現化したが、やがて世界情勢の変遷などにより経営が苦境に陥り、日本優先に客船部門を譲渡した後は貨物船専業の船会社となる。太平洋戦争を経て1964年の海運集約を目前にして、 その前段階において64年の歴史の幕を閉じた。ファンネルマークは代々一色であり、長部は黒。シャキは紫色の地に日の丸の扇子だった。扇子は浅野総一郎の家紋に由来する。東京の三田に浅野総一郎の屋敷があったが、その敷地に金のシャチをいただく城の天守閣のような純日本風の建物俊閣がそびえていた。浅野総一郎は、 東洋汽船の一等船出外国人客全員を、死運閣に招待して、浅野一族の娘、孫娘、嫁など総勢20から30人でもてなした。合計で13万人ぐらいの外国人を招待したので、外国では、浅野の茶会として有名だと、浅野総一郎自らが述べている。東洋汽船のルーツは、浅野財閥創始者、浅野総一郎が1886年に、 設立した、浅野海藻店である。浅野海藻店は、浅野総一郎が、渋沢栄一や渋沢木桜とともに、ロシアから帰船、ベロナを購入して、日の出丸と命名し、石炭を輸送することを制御としていた。やがて持ち船を増やし、日本優先に対抗する意味合いを持って、他の小規模船会社とともに、海運同盟会を結成。 日清戦争直前の1893年頃には、小舟なども含めると8万相当もの潜伏を有する規模にまで発展し、日清戦争では何隻かの持ち舟を日本軍御用船として提供していた。折しも日清戦争終結後の1896年に公開奨励法と造船奨励法が施行される。日本船が海外航路に就航する際や、 新造船建造の際に一定の補助金を出すという、この二つの法律の施行を契機として、日本の船会社は愛前後して海外へと打って出ることとなる。日本郵船は、法律の施行に先んじて1893年に、日本の船会社初の本格的、遠洋定期航路として、ボンベイ航路を開設。法律施行後には、ヨーロッパ航路、シアトル航路、豪州航路、 大阪商船も、明治29年、日本の領土となったばかりの台湾への命令航路の運営を受命し、会社規模の拡大を開始する。無論、浅野総一郎は、こういったライバル船会社の動向に無関心だったわけではない。国内同業者との日本国内での競争に小座を書いて満足するようなことはなく、明治十九年に、今までの持ち船を、土佐船二条として、 朝野改装店を解散する。そして同じ明治29年6月2日あるいは7月1日に、渋沢栄一に加えて、安田善次郎、福沢桃介、大倉喜八郎、六代目、森村一座も門だから650万円の趣旨を受けて、東洋帰船株式会社を設立する。東洋帰船ポスター、中国語東洋帰船設立後の朝野総一郎は、 体調があまり良くなかったにもかかわらず、直ちに渡米して、サザンパシフィック鉄道社長立ち会いのもと、パシフィックメール社及びオリエンタルオクシデンタル社との提携を申し入れる。交渉は難航したものの、ついに、サンフランシスコと香港間の航路を、パシフィックメール及びオリエンタルオクシデンタルの船舶6隻、東洋汽船の船舶3隻で、共同運航するという形で設立する。 朝野総一郎は次に、イギリスに渡り、1897年に、サー・ジェームズ・レイング社とスワンハンター社で、サンフランシスコ航路用、船舶3隻の建造契約を取り付ける。これが、日本岸急火客船である。日本岸急火客船は1898年11月から1899年1月に、かけて、相次いで、日本に開港され、 1> 第1戦の日本岸は、明治31年12月15日に、香港を出版し、アモイ市、上海、長崎、神戸、横浜及び、ホノルルを経由し、明治32年1月14日に、サンフランシスコに到着、サンフランシスコ航路の第一歩を記した。もっとも、初期の経営はノウハウが未成熟だったこともあって、パシフィックメール社に、 全面委託していたが、それがために日本人選客の不況を買うこともしばしばであった。一例としては、アメリカ向け公開での食堂メニューがホームワードとされ、日本及び香港向け公開でのメニューがアウトワードとされていた。また、サンフランシスコ航路に関わる当時の情勢として、ハワイ併合とそれに伴う移民や貨物の輸送制限がホノルルとサンフランシスコ間の 航海で適用されたが、これらの負の要素にもかかわらず業績は上向きに推移した。当時、サンフランシスコ航路を利用した船客の中には、ソンブニや野口秀夫といった顔も見られた。1900年には、日本岸急火客船3隻の予備として、イギリスから2隻の中型火客船、ロヒラとロセッタを購入し、それぞれロヒラマルとロセッタマルと命名。 両船ともサンフランシスコ航路には投入されなかったが、ロセッタ丸は1901年12月5日から始まった香港マニラ航路に就航した。日露戦争では在籍船すべてが軍に徴用され、日本岸急下客船は仮想中に洋艦としてロヒラ丸とロセッタ丸は病院船として軍務に服した。 日露戦争で日本岸急下客船が軍務に服している前後、サンフランシスコ航路では変化が起きていた。1906年に東洋汽船の提携先の一つであるオリエンタルオクシデンタル社が運航を停止、もう一つの提携先であるパシフィックメール社と後発組のジェームズ・ジェローム・ヒル・ヒキール・グレート・ノーザン汽船会社は、 共に1万トンを超える大型船の建造に乗り出す。これらの情報をすでに掴んで、大型船建造の決議をしていた東洋汽船ではあったが、日露戦争の行く末がある程度掴めるようになるまで、計画は実行に移されなかった。また、大型船建造の決議の前後に、パシフィックメール社の社長に就任していた、エドワード・ヘンリー・ハリマンから、東洋汽船の足元を見るかのような交渉が、 持ち込まれる。すなわち、日本岸急化客船程度の船舶では、立ち打ちできないだろうから、日本岸急化客船を、パシフィックメール社に売り渡すか、パシフィックメール社の持ち船すべてを購入するかという、内容の交渉である。東洋汽船は当面は、現状維持で過ごした。日露戦争の大勢が消した1九0年六月に、浅野総一郎は、白石元次郎の進言を受け入れて、 三菱長崎造船所に1万2000トン休暇客船の建造を発注する。これが日本で最初の1万トンを超える大型船の講師である、天洋丸休暇客船である。天洋丸休暇客船は、浅野総一郎の夢と意欲の一つの結晶とも言うべき存在であった。それまでの石炭ボイラーとレシプロ式蒸気機関に代わり、当時最新鋭の蒸気タービンや、 重油アブダキボイラーの採用、当時としては高速の20ノットの速力など、画期的な性能であり、しかもこのクラスの大型船を民間向けに日本で国産建造をさせたことも前例のない野心的なプロジェクトであった。この計画は日本優先から基地外とまで言われた。契約の際に、三菱の大番頭昌殿平五郎は、浅野総一郎に計画のランクダウンを提案して、 最高を進めたほどであったが、浅野総一郎は断固として、これを退けた。天洋丸急下客船は1908年に天洋丸と地洋丸、1911年に春見丸が竣工し、そのインパクトは、後年に浅間丸が竣工した時とは比べ物にならないぐらいの、ものであった。もっとも、油炊きの採用の裏には、浅野総一郎が経営していた、 朝の商店が石油類を取り扱っており、カリフォルニア原油を自前で生成した重油を目当てにしていたものだったが、原油関税の引上げで当てが外れて石炭を使わざるを得なかった。天洋丸急火客船の建造と相前後して東洋汽船では南米などへの移民船の運航委託を受け負う。移民船に使用された船のうち、笠と丸と楠木保キ丸は、 日露戦争の結果取得した元ロシア船であった。1908年4月28日、カザトマルは広告植民会社の依頼により、第1回ブラジル移民781名を乗せ、神戸を出港、6月18日にサントスに到着したことで知られている。クスノキタモツマルは日本海海戦直前に仮想巡洋艦、シナノマルに発見され、後に捕獲された。 病院船お料理の後ろ身であるが、短期間の行動の後解体された。また、価客船以外では、前日のように、浅野商店が石油類を取り扱っていた関係で、石油時代到来は、必死と予想していたという浅野総一郎は、タンカー運航を計画。イギリスから3隻のタンカーを購入するも、外国資本会社との熾烈な石油販売競争や、 前述の原油関税引上げで運行は叶わず、外国の船会社に要請として出さざるを得なかった。そのような結末が出る前に、三菱長崎造船所で建造された、のりひろ丸は、日本で建造された、最初の本格的な外交用タンカーとなる、はずであったが、計画を変更して外観は、タンカーのままながら、価客船に改造され、タンカーに再改造される1921年まで、 移民船として運航された。東洋汽船ポスター香港と横浜のオフィス店用丸中央に S 朝の社長時代は明治から大正に移り、東洋汽船は南米航路向けに安陽丸を建造し、さらに準姉妹船と購入船を合わせて5席体制で航路を維持した。一方、東洋汽船の顔というべきサンフランシスコ航路を巡る環境も大きく変わっていった。 1915年、アメリカ船員を保護する船員法の成立を受けて、東洋汽船と提携していたパシフィックメール社は、突如として北太平洋航路からの撤退を表明する。グレートノーザン汽船会社も同じく1915年に航路を閉鎖。代わって息を吹き返したのは、カナダ太平洋鉄道系の船会社であるカナダパシフィックラインであり、 パシフィックメール社を買収したグレースラインや中国人の手によるチャイナメール社が参入してくる。中でも CPL は1912年にエンプレスオブラシアを投入。これに相対する東洋汽船は航路から撤退したパシフィックメール社の持ち船だったコレアとサイベリア、ペルシャを購入してコレア、マル、サイベリア、マル、ペルシャン都市。 戦隊の充実を図る。1914年に第一次世界大戦が始まると CPL など外国船会社が撤収したためサンフランシスコ航路の乗客率も上昇傾向となりこれに南米航路を合わせた利益は空前のものとなった。第一次世界大戦終結後にはドイツからの賠償船であるカップフィニステレを取得して太陽丸とし 同じ朝野財閥の朝野造船所で建造されたストックボートを購入して貨物船の充実にも努めた。東洋汽船ではさらに2万トンを超える大型船建造を計画したが、これは実現しなかった。しかし、1920年代に入ると東洋汽船の経営には暗い影が付きまとうようになる。経営航路数が日本優先。 大阪商船と比べて絶対的に少なく、対戦後など、景気交代の時期に差し掛かると、途端に経営が苦しくなった。新英船の投入も、ままならず、さらに有力出資者だった、安田財閥創始者、安田善次郎が1921年に、朝日平後に暗殺され、1924年に、アメリカで、排日移民法が成立、施行され、 移民客からの収入も激減して、1923年からは、日本優先との合併話が持ち上がるようになった。この合併話は、一度は関東大震災で流れたものの、CPL がエンプレスオブ、カナダなど2万トンを超える大型船を投入し、ロバート・ダラーとその一族が率いるダラーラインが、グレースラインなどを次々と買収して、会社規模を拡大。 プレジデントハリソンなど戦時標準戦上がりの大型戦を多数揃えて北太平洋航路を設見する。これらの動きに対して新英戦の投入に執念を燃やす浅野総一郎は大倉大臣の井上淳之介などへ新英戦建造を懇願するも聞き入れられず会社は無敗状態となって株主にこれ以上の負担をかけるのは国と判断した浅野総一郎は ついに客船部門を日本優先に譲渡することを決めた。この時、浅野総一郎は愛知を失うより辛いと涙を流した。1926年2月、サンフランシスコ航路、南米航路とその使用船を第二東洋汽船として分離し、ついで3月11日に第二東洋汽船は日本優先に合併され、東洋汽船は貨物船専業の船会社となる。 また、自衛主義から、要戦主義に転換し、所有船を、山下汽船、川崎汽船などへ貸し出すこととなった。その一方では、ディーゼル機関仕様の船舶の導入、船舶改善助成施設の活用による船体の刷新に取り組んだ。一連の改善策で建造された新鋭貨物船は、系列会社の東洋外運や、三井物産などにも要戦され、1937年、 ゴルには大型と中型の新鋭貨物船を多数揃えるまでになった。九百四十一年十二月に太平洋戦争が勃発すると東洋汽船の所属船は他の船会社と同様に次々と徴用され、また戦時標準船十四隻が割り当てられた。太平洋戦争ではかつて東洋汽船にいた太陽丸やアメリカ岩などが沈没していき、自社船も 壊滅的な被害をこむる。終戦後、東洋汽船に残った船舶はわずかに5隻で、うち1隻は終戦直後に食雷沈没し、残る4隻のうちの1隻である、美容丸は、航行不能状態だった。食雷沈没した1隻を除いた船体の総トン数は、4隻1万1413トンであった。終戦後、財閥解体が行われ、 安田財閥系に属し筆頭株主が安田銀行だった東洋汽船もその波に飲まれる。さらに、交付された政府保証金や保険店舗金など戦時保証債務を戦時特別税として持っていかれ、企業を再建整備法によって第二会社である東洋商船を設立し、船舶などを東洋商船に現物出資の上、東洋汽船は一旦生産されて解散することと、 なった東東洋洋商船は間もなく東洋船はもくと解明その間、残存船舶の回収や計画造船による新鋭船の導入を行った。その後、施錠が落ち着いた1955年末頃から日本輸送船との合併話が持ち上がり、1960年3月31日限りで日本輸送船へ九州合併され消滅した。その後、 日本輸送船は海運集約で日産汽船と合併して昭和海運となり昭和海運は1998年に日本郵船に九州合併された左から船名トン数尾行基本データその他の出展は松井 PP138 から140三浦戦時遭南し、特設現場によるまた運航委託船は除く ニガは上海、ウラジオストックへの比較的近距離の定期航路や、ハワイ、ゴーシュー、ナガアジア方面への不定期航路は存在していた明治34年6月16日に、アメリカ岸でホノルルから日本に到着明治33年12月、アメリカ岸で横浜から、最低料金の乗客としてと米日本で最初に、竣工した蒸気タービン船は、日本鉄道が、 イギリスで建造させた、生肝連絡専用、平不丸であるが、天洋丸休火客船の建造契約が締結された時点では、日本においてタービンに関するあらゆる実績は海軍、民間とも持ち合わせていなかった。このことあるを期していたかどうかは定かではないが、ボイラーは、天洋丸と地洋丸は、根性肝を採用しており、遅れて竣工した春海丸は、 石炭戦症だった。ありがとうございます。